パワフルなプレーと高い身体能力で得点を量産し、 NBA ワシントンウィザーズと日本代表の両方で活躍を続ける八村塁選手。皆さんこんにちは。前回は彼の経歴について詳しくご紹介しました。今回はその後編。天部の才と地道な努力で NBA プレーヤーにまで成長した八村塁選手のプレーの特徴、世界からの評価、そして恩師との関係性について特集していきます。ではどうぞ。八村選手のプレーの特徴。203センチの恵まれた体格で、体の強さやスピードといった高い身体能力を生かしたプレーや得点力に定評があります。そして八村選手はオフェンスとディフェンスともに期待できるプレーヤーです。大きく分けて3つのポイントをご紹介します。オフェンス。オフェンスではミドルレンジからのジャンパーが大きな武器で、高確率で決めることができます。 NBA ファイナル MVP2 度のスーパースターカワイ・レナードに近いスタイルだとも言われています。八村選手もレナードもシュートのアークが低く、ふわっとしたシュートではないという共通点もあります。またカレッジ時代ではペイントエリアからの得点が多く、ゴール下が強かったようです。ドリブル。204センチの身長と217センチのウィングスパン、ナチュラルに100キロを超える体格を誇り、走力にも優れています。日本時代から培ってきたリバウンドやブロックなど、インサイドでの体を張ったプレーが特徴的ですが、中でもドリブル技術も年々向上しています。リバウンドからコースト2コーストで相手ゴールまで迫るプレーは迫力満点です。学習能力。彼の学習能力や学習意欲もとても高く評価されています。これまでに20試合ほどプレーし、さまざまなタイプの選手を相手にディフェンスしなければならないことを理解したでしょう。大学時代になかった遠くからのシュートも打つようになりました。適応能力がすごく、試合のたびに進化しています。学ぶ意欲があり、スマートで IQ も高いです。最大の課題はスリーポイントシュートです。NBA 入り後はカレッジに比べてスリーポイントラインが遠くなっていることもあり、成功率は高くありません。しかしフリースロー成功率は高く、シュートタッチは良いものを持っており、スリーポイントの精度は年々向上していくことが予想されます。八村選手への国内外からの評価。2015年にバスケットボール男子日本代表候補に高校生選手としては唯一選ばれていた八村選手。代表の長谷川武監督は、高校生離れしていると語り、田臥勇太選手も能力がある、羨ましいと話していました。ゴールデンステートウォリアーズのステフィン・カリーも、彼の目に八村選手がどう映っているのかをインタビューで話しています。実際に彼のプレーを見ていると、サイズがあるということもあるんですが、高いバスケットボール IQ を持っているように思います。そしてリング付近においては良いシュートタッチも持っています。どんな状況であろうと得点することができ、ディフェンスでもプレッシャーをかけることができる彼のプレースタイルは、NBA のゲームそのものが向かっている方向性とすごく合っているのではないかと思います。と、カリーは選手としての八村選手の成長にも期待を寄せています。八村選手が所属するウィザーズ公式は、彼について規格外の能力を見せつけてきたと評価。指揮官も落ち着きがあり、とてもクールな選手だと期待しています。ウィザーズ公式は、役割が広がって八村は輝いていると見出しを打って記事を掲載し、彼はルーキーながらシーズン再開後は大きな役割を担うことになると期待をかけています。恩師。八村選手の学生生活にはいつも恩師の存在がありました。中学、高校、大学ごとの監督の存在が今の八村選手を形作ったと言っても過言ではありません。中学。八村選手の身長の高さや優れた運動能力に目を留めたのが、中学のバスケ部の坂本丈司監督でした。八村選手がどの部活にも入っていないと知ると、坂本コーチは、もったいない、何とかして一度練習に連れてきてほしいと部員に勧誘を依頼したそうです。コーチから勧誘を託された部員も熱心に八村選手に働きかけ、最終的には八村選手にバスケ部入部を決意させるに至ります。入部当初の八村選手はおとなしく控えめな性格が振る舞いにも現れていたといいますが、バスケットボールでメキメキと力をつけるにつれて、顔つきも変わり、自信が感じられるようになったそうです。
少しずつ着実に力をつけていった八村選手に、坂本監督が将来は NBA を目指せと言い続け、高いモチベーションを持たせ続けたことが現在の活躍にもつながっています。だからこそゴンザガ大2年生の時に NBA ドラフトでの指名の話が浮上した際には、坂本コーチに電話で相談したほか、見事1巡目で指名された後には、コーチやりましたよと涙ぐみながら報告したのでした。高校時代の恩師である佐藤久雄監督は、頭を使ってプレーをすることを繰り返し教え子たちに説いていました。高校に入ってきた時から八村選手は将来は NBA でプレーしたいと夢を語るようになっていました。だったら高校で何をすべきか、アメリカの大学に行くべきじゃないかと考え始めました。問いかけが多い3年間だったと思う。将来を考えるならば、対応力をつけてバスケットボールの考え方を身につけることが大切。どういう選手になりたいかという具体的なイメージを持つことが重要だとインタビューでも話しています。現在八村選手がフィジカルやテクニック面だけでなく、バスケ IQ においても高い評価を受けているのは、高校時代の経験が生きているからなのでしょう。明星高校の3年間で培った考えてプレーをするという姿勢が、プレー中の状況判断や豊富なアイデアの基盤となっているのです。大学、アメリカの大学で語学や文化の大きな違いから自信を失いつつあった八村選手でしたが、そんな彼を奮い立たせたのが、ゴンザガ大学のマーク・ヒューヘッドコーチでした。彼が八村選手の強い闘争心を引き出したことで、本来の実力を発揮できるようになり、少しずつ自信をつけていったといいます。一方でアメリカは学生に対し文武両道を求める傾向が日本よりも強いことで知られています。そのため勉強面でもかなりの苦労が伴ったのでした。というのも NCAA 全米大学体育協会には特待生になるための基準が設けられていて、八村選手が入学するためには大学進学適正試験で数学と英語の試験をクリアしなければなりませんでした。結果的には猛勉強の末に見事入学を果たしましたが、その後も英語については勉強を続け、3年次では 100% 通じると監督が太鼓判を押すほどの語学力を身につけました。アメリカの強豪大学で戦い、 NBA 1巡目指名選手へと躍進した背景には、日本の中学と高校の6年間コーチや仲間に支えられ、自らの心技体を鍛えてきた準備の道のりがあってのこと。恩師の話を聞くことで、より八村選手の努力の過程も分かりやすいですよね。日本のバスケットボール史における快挙を成し遂げた八村塁選手、世界から期待され今後のバスケ界を担っていく彼の活躍が楽しみですね。前編後編にわたってのご視聴ありがとうございました。